最初に取り上げるのは世界遺産韮山反射炉です。韮山反射炉まで 1.8 キロ歩きます。さあ、まずはそもそも反射炉って何って話ですよね。反射炉はものすごい高温で質のいい鉄を取り出すっていう装置です。熱を壁に反射させることで熱を一点に集中させるっていう仕組みなんで反射炉って言うんですね。幕末以降に鉄の需要が爆上がりしたことで、こうして日本国内で反射炉が作られるようになりました。そしてこの反射炉が明治時代の産業革命を支えたんです。だから韮山反射炉は世界遺産になったわけなんですね。日本の反射炉の歴史は江戸時代後期に始まります。この時期に欧米のごつい船が日本に近づいてくるようになりました。日本は江戸時代が始まってから200年間テクノロジーがストップしちゃってて、いやこれもし欧米が攻撃してきたらマジでやばいぞっていう危機感が出てきました。それで情報収集に熱心な佐賀の鍋島直政とか伊豆の江川秀達とか、いろんな人が各地で反射炉を作り始めるんです。最初に反射炉を完成させたのは佐賀の鍋島直政です。この鍋島がもう西洋の最新テクノロジーが大好きで、誰よりも早く取り入れて佐賀藩の軍事力を圧倒的なものにしていきました。そして伊豆の江川はあのペリー来航がきっかけになって、幕府がこれはちゃんとした大砲を作んなきゃやばいってなって、それで幕府の命令で反射炉を作り始めました。そして江川が亡くなり、息子が後を継ぎ、1857年に韮山反射炉が完成しました。韮山反射炉が稼働していたのは1864年までです。7年しか稼働してなかったんですね。まあ反射炉もどんどん進化していったっていうことですね。そして明治時代の間に八幡製鉄所とか、そういう大規模な製鉄所に進化していきました。さあ、韮山反射炉ですね。もうあそこに見えてますね、これですよね。韮山反射炉は明治日本の産業革命遺産の構成資産の一つとして世界遺産になっています。韮山反射炉とあと山口県の萩反射炉が構成資産になってて、現存する反射炉っていうのがこの2つだけなんですね。で、実際に稼働してた反射炉ってなると、この韮山反射炉だけになります。萩反射炉は失敗作なんでね、稼働はできなかったんですよね。